でございます。第一会場は終わり貫入槍術大流出海江流のポイントでございました。第一会場は続きまして戸田派武功流なぎなた術第二会場神道無念流剣術流祖福井兵衛門は元禄13年1700年下野の国に生まれ一円流の師野中権内について修行し技法神宝大いに周に抜きんでて諸国武者修行に励み信州戸隠の飯綱権現に立ち寄って参籠祈願すること50日に及びついに剣の奥義を悟り神道無念流を創始したと言われる。その後江戸四谷に道場を開き門弟の育成と流派の発展に努力したが神道無念流が広く世間に知られるようになったのは戸ヶ崎熊太郎照吉からである。後岡田重松や斎藤薬郎などの剣客がこの門から出るに及んで一層流星を極め特に斎藤薬郎は北進一刀流の千葉周作京神明治流の桃井俊三と並び幕末三剣豪と言われた。門下には江川太郎左衛門藤田東子木戸孝義品川弥次郎秋山陽介仏正寺弥助等そうそうたる剣客や人物を輩出した。明治以降根岸慎五郎中山白道によって受け継がれ現在宗家小川武先生に継承されている。第一会場戸田派武功流なぎなた術越前福井の戦国大名朝倉義景に仕えた戸田正源を流祖とする古い流派である。この流派の流れは関東では埼玉県寄居の八方城主北条氏国と夫人の大福御前によって伝えられた。下って大正時代に入り村上秀子が神田に秋水館という道場を開いた。その後新田鈴代先生中村陽一先生そして立ち入り久代先生に受け継がれている。戸田派武功流は甲冑武術であり防備の薄い部分を投げ上げたり突き上げたりする。石突きを有効に使うため手の通い足さばきにも厳しい。古流の中では珍しい愛なぎなた、なぎなた対なぎなたがある。これが武功流の基本である。他に太刀槍、鎖鎌になぎなたで対する技がある。独特の武器としては鍵付きなぎなたがある。また。
録画して、ヤブサネとは、牙を切りながら矢を射る山の上に立ったものです。今日ご覧いただきます。バッグルする滝田流ヤブサネの小判状。これは座ってください。牛もあげて。500年前。ヤブ。
第2会場は新党無念流剣術でございます。